中村くんが猫が好きだと。そうですね、猫好きです。いつから？あ、もう小さい時、物心ついた時から実家では飼ってたんですよ。あ、そうなんだ。そうなんですよ。で、今住んでるところとかが、うん、ずっとペット禁止のところを転々としてるので、うん、飼えないんですけど、それが幼い頃からの体験としてあり。そうですね。猫、犬じゃないの？犬派じゃないの？犬も飼っていました。犬も飼ってた。ごめん、今話しながらさ目線で中丸くんの頭の上にねめっちゃ見てたな。ちょうどいるんですよね、2人ね。そうですね、うん、うちの、うん、冒頭で話しました。住んでる人っぽくなるわけですね、中村くんが。そうですね、広場なんでそこに住んでる人にはなりたくないですけど。それはどうしたの？振り切ったの？振り切りましたね、泣く泣く。次回その子来てくれたの？ちゃんと。あ、いました、いました。あ、いたんだ。いました、よかったです。どういう、じゃあ見てるのが中村くんのベストなめで方なの？そうですね、まあ、やっぱりこう頭をね、こう触撫でたりとか当然したいですけど、うん、抱っこも好きな子と好きじゃない子がいるんですよ、うん、個性ね。そうなんですよ、うん、個体によって。だからすごく甘えて、うん、顔が人のようだよ。人のようになってきてるよ。僕、なくなっちゃったんですけど。人のようだったね、今。君、名前は？君、タフだよね。もう決まってできた。タフっていう名前。タフだな。タフ。これ。フリル。はい。フリル。フリルタフなんだね。フリルちょっとね、アグレッシブですね。アグレッシブなんだね。は、どうしたの？さっきまでのお客さんくれなかったの？ほとんどフリルが食べたんですけど、僕のやつ。うい、うい、うい。フリルもうないよ。